藤沢さん、ごめんなさい、遅れちゃって。ほんの 2,3 分ですよ、理恵子さん。店を予約してますから、そこに行きましょう。その前に藤沢さん、紹介しますね。娘の彩菜よ。はじめまして。握手？普通しないじゃない、挨拶なんかで。洒落たことするじゃん、そいつ。で、したの？握手。一応ね。すっごく大きい手だったの、その人。そいつってマッチョタイプ？がっちりしてて威圧感たっぷりって感じ。防犯課の刑事か、かっこいい。第一印象はまあまあかな。とにかく大きい人なの。入れ。再婚相手が刑事ってのも珍しいよな。マスコミにもちょっとした有名人で、優秀な人なんだって。本物見たことある？あるよ、触ったこともね。本当か、すっげえじゃん。だってうちに持って帰ってくるんだもん。ママがいない時にダイニングでクリーニングしてるし、嫌でも見ちゃうよ。昨日だって。そんなに緊張するなって。もっと肩の力を抜くんだよ、あやな。俺も呼んでくれよ、今度。できるわけないでしょ。よし、俺もデカになるぞ。無理無理。どこに行っちまったかな。イエロースターの一件は誰にも喋らねえから安心しろ。なんだよこれ。派手に売るな。分かってますよ。一つで足りたから返しとくぜ。持ってていいですよ、何かの役に立ちますから。きっとそうだな。藤沢さん、どうです、家庭は。毎日楽しいでしょ。再婚したばかりだぞ、まだ手出してねえよ。あんたほどの悪党見たことねえや。見るか。俺の新しい娘だ。かわいい。独り占めしないで呼んでくださいよ、今度。そのうちにな。もう少し待って。いっつもそれだぜ、肝心な時になるとさ。今度の試験が終わったらしてもいいよ。今度こそ約束守る？多分。あやなちゃん、そんな顔しないで。約束守るよ。コヘ君、部屋で溺れるくらい泣いちゃうからね。
じゃあ明日な。帰ったのか彼氏。え、いたんですか。今日は遅くなるってママから聞いてましたけど。体調が良くねえから地下室で寝てたんだよ。大丈夫ですか。ああ、もうすぐテストだろう。頑張れよ。ちゃんとやってますからご心配なく。あやな、約束覚えてるよな。覚えてるよ。今日行くからさ。分かってる。一週間帰国が延びるそうだ。仕事人間だな、ママも。俺は楽しいよ。寂しくないですか、一人で。全然。これから楽しいショーの始まりだ。主役は俺と、あやな、お前だ。それってどういう意味ですか。もうすぐわかるって。もう来る頃だ。試験終わったんだよな。あ、でも今日も浩平君と一緒に勉強するから。来るのかあいつ。そうはさせねえ。俺の地下室で楽しもうぜ、あやな。は？あれ？軽い幻覚と興奮作用で体の力が一時的に抜けるだけだ。心配ねえよ。4、5時間もしたら回復する。今日こそ。いねえのかよ。まったく。